はい、水口です。今日ちょうど台風が来てるタイミングでこのウェアのテストに来てるんですけど、まだ名前は決まってないんですけどね。このウェアがすごく薄い素材でできていて、まあ、春とか秋はアウターとしても着れて、冬だとまあミッドとかインナーで着られるようなウェアですね。で、保温性があるようにこの要はダウンベストの状態はこう中面が入っててあったかいんですよ。でも背中はこの薄い生地で、この袖もですね、薄い生地で快適に動けるようなウェアで、なんとこれもう全身防水です。こう見てもらえば分かるんですけど、この薄い部分も、薄い部分もこんなに伸びるんですよ。この厚い部分も全部防水です。まあ、この味ですね。で、どちらの生地も透湿性があるから蒸れずに行動できると。だからこのウェアを着て釣りをしていて、不意の雨が降ってきた時もそのまま釣りができる、撮影ができる、旅ができるっていうウェアです。まあ、おそらく防寒、あとはレインウェアとして今一番優れてるスタイルっていうことで作りました。防寒でありレインウェアにもなるというウェアですね。で、そうですね、このやっぱりこの生地がやっぱり一番すごくて、これは本当に新しい生地ですごく伸びるんですよ。ここにサムホールがあって、ここに入れてもこう伸びていくんですよ。こうなのにこんなに水を弾くというウェアです。で、背中側はこんな感じ。ただ低圧性の雨だったらいいけど、圧力が高い雨だともう生地が薄いからやっぱりどうしても染みてくるんで、すごい雨が降った時はもうレインウェアを着てほしいけど、まあでもおそらく 1,2 時間の大雨ぐらいだったら大丈夫ですね。小雨だったらもうある程度大丈夫です、長い時間で。このチャック類はもう全部止水チャックですね、 YKK。 このチャックがね、手に入らなくて、なかなか、あと値段が高くてこのウェアの定価を押し上げてます。でもこれ1着あるとすごい便利なんで、ぜひ着てみてほしいですね。あとかっこいいでしょ、こう着てみて、ここがこうシュッとなるように作っています。まあでもここお腹が出てる人でもここ伸びるんですね。伸びるから体にフィットするように着ることができるから、太った方でも痩せた方でもかっこよくなる。これイメージは007、ジェームス・ボンドがよくこういうウェアを着てるから作りました。あ、また雨だ。こういう不意の雨の時もすごく雨がこう落ちてもこう弾くの分かりますかね。